に分かるわけないだろう。それよりこれどうしよう。上昇上昇急上昇しろバカ野郎。どうすればいいんだ。右の赤い操縦桿を上に引くのだ。俺はゼオン、トレジャーハンターだ。今は宝物ではない、別のものを探す旅をしている。俺、怪しい人じゃないよ。少しお互いのことを話せたらって思っただけさ。その格好じゃ、チディムは初めてのようだけど。いやあんたついてるね。この俺こそがチディムの凄腕ガイドさ。特別に無料サービスしちゃいますよ、かわいいお嬢さん。私の言ってることがわかりませんか。つまり消えろってことです。なんだって。かわいいと思って調子に乗りやがって。かな、うわっ、何者だ。久しぶりだな、ゲイル。うわ、うん、うん、うん、レッドスカルの飛行艇、絶対に見つけ出す。悲しい強め。いいえ。もっと修行を積んでくるんだな。
レッドスカルの飛行艇、絶対に見つけ出す。さて、懸賞金回収としますか。はあ、長い間放置されてきた遺跡のようだ。こんな地下に飛行艇があるはずはないのに。何の音だ。引っかかったな、ゼオン。この声はゲイル。さっきのお返しだ。遺跡の中でせいぜいあがくがいい。待てゲイル、お前。おい、ゼオン、火薬を使いすぎたかな。ゼオンのやつ、まさか死んだんじゃ。まあ大丈夫だろ、あいつのことだ。なんとか出てこられるだろう。そうそう。じゃあ俺はこれで。おなんだここは、祭壇か。あれはまさか飛行艇。あ、これは高そうなペンダントだな。いただいておこう。我が輩を
かけるのだ。大きな飛行艇、なぜ地下にこんなものが。我が輩をかけるのだ。上に出口があるぞ。早く離陸したいけど、ちゃんと動くのか。我が輩をかけるのだ。さっきから変な声が聞こえてくるような。いや、気のせいだろ。バカな人間め、ペンダントとは首にかけるものだ。ポケットにぶち込むものではない。早くここから出すのだ。なんだ。うん、やっと空気を吸えるぞ。リュウ、次はここだぞ。手をかざして集中すると飛行艇が動くのだ。手をかざすだけで動くのか。そんな飛行艇聞いたことないぞ。飛行艇とは竜族たちの持つ技術力の結晶なのだ。愚かな人間どもが作った偽物と比べるとは失礼極まりない。無駄口を叩かずさっさと手をかざすのだ。あ、好き勝手言いやがって。こうすればいいのか。
うん。え？